おはようございます今日の話は「小さな人生論の2」という藤井秀明さんの本の中から「徳を作る」という話です。こういう話を聞いて立然としたことがあるアメリカの家計調査報告に残る記録であるジュークは1720年ニューヨーク州に生まれた怠惰なイカンであった1877年の調査では彼の家計は6代を経る中で約1200人の怠け者背徳館漁食 貧窮、病弱、知的障害、精神病者、犯罪者が生まれた。この間、三百人が営時期に死亡、四百四十人が病的な行為で肉体的に破滅、善果者は百三十人で六十人が窃盗、七人が殺人、手に職をつけたのはわずか二十人だった。ジュークと同年代に生まれた J. エドワードは代表的聖教徒で進学者。千九百年に彼の家系は千三百九十四人を数えた。 そのうち3人が大学総長65人が大学教授及び学校長100人以上が牧師や進学者75人が立会軍将校法律家は100人以上公職に就いた80人の中には副大統領が1人上議院議員が3人ほかに知事下院議員市長講師などがいる15の鉄道多数の銀行保険会社産業会社などがこの家系の人々によって運営されていた。 一人の人間の徳の有無がいかに大きな影響を及ぼすか私たちは肝に銘じなければならない。安岡正宏先生はその本の中で人間を人間たらしめる要素の中には本質的要素と付属的要素があると説いている。本質的要素とは特性であり特性とは明るささやけさ人を愛するえ尽くす恩に報いる誠実正直勤勉などの尊い心の働きのことであるそれに対して知識・ 知能・技能などは特性の発露を助ける付属的要素であるしかし徳の本質的要素が欠如したり気躍に傾けば付属的要素は儀や寛や蛇に陥ると教えている「天地の大徳を生と言う」えっと駅教は言う「人は天から徳を授かってこの世に生まれる人は誰でも有徳の子なのである」だが耕されない「よくや」が「荒野や」と化すように「当や」がなければ干からび 寛容されない常に作り続けなければ徳は育たないではいかにして徳を作るか玉井徳太郎氏は3つの項目を挙げている1つは <coughs> 熱意自分を磨こう人の役に立とう立派な会社を作ろうといった熱意意志2知識いくら熱意があっても知識を磨かない者は仕事を全うすることも人間的に成長することもできない3場を生かす与えられた場でベストを尽くすがそれであるじゃあ今日はこれでは